科学技術勲章は大韓民国の勲章。2001年1月8日の将軍法改正により制定された同国では最も新しい勲章である。科学技術勲章は将軍法第17条5項により、科学技術発展に寄与した功績が明確なものへ授与されることが規定されている。科学技術勲章は5等級からなり、各等級の名称は将軍法士高齢。 第11条により定められている。科学技術勲章の会には、将軍法第26条5項で規定される、科学技術法章が存在する。科学技術勲章の格闘級の遺章は、将軍法施行例第13条により定められている。章と呪からなる、正明、エディショーと略樹のセットが基本で、 さらに上位に東急の創造賞と革新賞には副賞が添う。小色の衣装は表面中央にあしらわれた青くかま日記の図の円に小さい大局を巡らし、そこからそれぞれ6両の銀色光線と d n a の二重螺旋などを表現した突起が伸びた形状で、正明の賞には1体の無球花の蕾の柱がつく。樹は藍色地の両端に白線が入り、進歩賞から 革新賞までは細線が一本ずつ増えるが、創造賞の大事は無事となり、その本数で等級が区別される。正明はそれぞれ、創造賞は右肩から下げて廃用する大受賞、革新、夕日各賞は喉元に帯びて廃用する中受賞、超約、進歩各賞は左胸に廃用する、ロゼット付き小賞,賞である。上位に等級の副賞はいずれも左胸に廃用する。 正称である。また、科学技術法省は超約、進歩各省と同じロゼット付き症受傷だが、金属部品は銀色となり、銃は藍色地の中央に白線一本が入る。なお、従来の創造省の女性用装飾は、男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の将軍法施行令改正により、 男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。